電車両、殺し屋だらけ、時速350キロの超高速列車内で生き残れ。ブレッドトレイン、世界一運の悪い殺し屋レディバグが開けたミッション。それは東京発の超高速列車でブリーフケースを盗み、次の駅で降りること。簡単な仕事のはずが、次から次へと乗ってくる身に覚えのない殺し屋たちに命を狙われ、降り立っても降りられない最悪な状況の中、列車はレディバグと殺し屋たち10人を乗せたまま終着点京都に向かうが、乗り合わせたはずの10人は偶然ではなく仕組まれた罠だった。やがて明らかになっていく殺し屋たちの矛と因縁、そして終着点で待ち受ける世界最大の犯罪組織のボス、ホワイトデスと対峙した時、思いもよらぬ衝撃の展開が待ち受ける。あらすじ、フィルマークスより引用。映画の詳細情報はこちらなのだ。ストーリーもアクションもお腹いっぱい、コメディ要素も多くて最後までずっと面白いのだ。そして殺し屋一人一人のキャラも個性的で魅力的、ちょっとグロ要素があるけど、いろんなユーモアが効いてて大満足な作品なのだ。この映画の感想はコメント欄で募集中。ネタバレを見たくない人はコメント欄に注意なのだ。